タロ散歩チャンネル。今ね、静岡県の熱海っていうところの駅にいるんですけれども、さっきまでね、こちらのね、東京の上野からこれ乗ってきたんですよ、東海道線のグリーン車に。で、今度はですね、そう、熱海からね、この浜松行きっていうのに乗って静岡まで行きたいと思いますので、まあちょっとね、そのこの先のね、様子をいろいろとお伝えできればと思いますので、今回も何卒よろしくお願いいたします。15両あるんですよ。15両ですよ。長いですね。静岡駅到着しました。屋根が高いですね、ここね。そして
今乗ってきた浜松行きはですね16時3分に発車します。でも今はだいたい15時55分ぐらいなんで、なんか何分間かここに泊まるって感じだったんですね。あ、うんなことよりね、そう、あの靴がね、またこんなにそこね剥がれちゃったんで、なんかなんだっけな、なんかあっちの方のなんか何だか鉄道の新静岡駅の近くになんか東急ハンズがあるんで、そこ行きゃ靴用の接着剤売ってんだろうと思って、この1時間の間にちょっとだけあの接着剤を買って、静岡らしいところをちょっと見て、でどっかで充電して、それで次に、まあ、姫路まで一気に行っちゃうんですけど、次ね行こうかなと思います。あの静岡県に足を踏み入れるのは何年ぶりでしょうかね。おそらく15、6年ぶりじゃないかなって気がします。なんか家族でね、前に伊豆に旅行に行ったことがあるんですけれども、それっきりじゃないかなって、わー、改札がなかった。じゃあ出口どこだ。出口はどこだ。ちょっと階段がね、歩きづらいから、ちょっとこのエレベーター使わせていただきましょう。あ、これこっちから入って向こうから出るタイプだな。あ、これか、改札出口ポチッとなって改札出口。あ、そうか、今我々が行ったのが今スルーするんですけれども、どっちかな。あ、これこっちの2階で、さらにもうワンフロア下にあるんだ。あ、なるほどね。だからなんか下に行く階段が多分あったんだ。そういうことか。あ、そしたら向かって右側の方に行けば東急ハンズあるはずなんで、それ行けますね。なるほど、こういうことか、分かりました。すいません、18切符でお願いします。ありがとうございます。さすが県庁所在地の駅は広いですね。こっちこっち、あ、こっちにね、200メートルだか300メートル行けば東急ハンズありますので、歩きづらいですけどちょっと頑張っていきましょう。けどトイレ行くよ、トイレ追って、あ、だパルシェスクエア、あの枠がピカチュウになってます。ポケモンセンター出張所インなんて静岡ビル、静岡駅ビルパルシェ、地下通路があるんですけれども、そこを見るとですね、静岡県庁、静岡市役所、駿府城公園って書いてあるんで、多分これを降りれば、多分そこのバスターミナルをスルーしていけるかな。でですね、今回目指してるのがですね、あ、こっちなんですよ。このね、これ何の鉄道かな、これか、静岡鉄道っていうのがあって、静岡鉄道の新清水駅っていうところのあたりに、ここになんかねハンズがあるらしいんですよ。ここにを目指していくんですけれども、我々はね、今ね、どういうところを歩いてるかっていうと、これか、現在地どこだ、現在地ここですね。まあ、ここまっすぐ行って、まっすぐ行って、まあ、適当なところで出て行けば行けますね。で、お手洗い書いてあるから、あった、お手洗いは、今ここ行くから、ここ行って、まっすぐ行って、ここ出たら、ね、こっちか、とりあえずちょっと一回左にそれればトイレらしいものあるんで、ここにまず行きますか。漏れる漏れる。お茶飲むといつもお茶で行きたくなるんですよね。静岡らしいものがありましたよ。日本茶カフェ、喫茶、一茶へ、ぜひお立ち寄りください。そう、静岡ってね、お茶で有名ですからね。そしてそう、あの、春風亭昇太師匠がね、さっきは静岡の人なんですよね。そうそうそう。昇太師匠が、さっかりモデルになってますけどね。いいですね、この市役所。これはいいんですよ。青い区役所、これ絶対徳川のあれだろうっていうのと、高野町、呉服町、七軒町、なんか、いかにも江戸時代を感じる何らかの地名ですけれども、ついに靴底が全部剥がれちゃいまして、まあ逆にペタペタしないから歩きやすくなったんですけれども、なんか左右のね、高さが違うんで、ちょっとね、歩きづらい。なんか途中にね、靴屋さんがあったから、靴
靴屋さんのところにダメ元で聞いてみたら、うちでは修理できないけれども、なんかデパートのところになんか修理屋さんがあるから、そこだったらやってくれるんじゃないかみたいなことをおっしゃってたんで、まあ、これは言うことを聞いて、ちょっとこっちの方に来てみたんですよ。なんかね、松坂屋とかっていう、ヨーク松坂屋とかっていう、なんか昔どっか、すすきののどっかのラフィラで聞いたような名前のデパートがあるらしいんですけれども、とか。変わりました、松坂屋。まあ、ここから先ちょっとお店だからあれなんですけれども、ここに行けばなんかミスターミニッツっていうお店があるらしいです。とりあえずですね、靴の修理屋さんに今お願いしてます。1100円でやってくれるそうです。松坂屋の一角にあるんですけどね、まあ、20分ぐらいかかるということで、4時半まで休憩時間だったんですけど、ちょっと早めに、ね、戻ってきたんで、ちょっと早く始めたから、まあ修理が早く終わらなくたとしても、多分、まあ、2、30分時間があるから、ちょっと充電の時間取れるでしょう、スタまで。いやー、さすがプロの方に直してもらったら、もうバッチリ直りましたよ。まあこれで少なくとも、そうですね、3日後によくちょっと3日後に北海道に帰るまでは大丈夫でしょう。ただね、時間がね、20分ぐらいロスしちゃったんですよ。あと30分ぐらいで電車が出ちゃうので、とりあえずもうね、ギリギリまでスタバかどっかで充電をして、それでもう電車に乗って、今度は一気に姫路に行こうと思ったんですけれども、よくよく考えたらね、神戸あたりで泊まっておいた方が、後々ですね、あれなんですよ、明日の朝明石海峡大橋を明るい時間に撮影するんだったらば、神戸でやめといた方がいいなと思って、でちょっとね、まず早くなっちゃうんですけれども、でもなんか神戸から出ても、まあ、日程に影響はないんで、今日はね、神戸に行きますね。姫路はやめます。まあ、とりあえずそういうことで、静岡駅はここにあると。で、隣にハリーズコーヒーがあるんですけど、ここって電源あったかな、どうかな、ちょっと聞いてみよう。ま、ということで、おおよそ10分前ぐらいになりまして、早速ホームの方に行きたいと思います。4番線で28分発で浜松まで行って、そこから乗り換えみたいな、そんな感じで、姫路に行こうと思ったんですけども、最終的には神戸の三宮で今日はやめときます。もう一回言いますけど、明石海峡大橋を明るい時間に撮るために、ちょっと手前でやめるという、そんな感じですね。お願いします。はい、お願いします。4日目、いいですね。いいですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。4番だから右側の方ですね。というかホーム4つしかないんだ。ホーム4つプラス新幹線みたいな感じか。あ、東京行くの新幹線が。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。